この香りを嗅いだだけでなんか敏感に。あの、今食べたピュレだけじゃなくて周りのソースも味わっていただけますか。4種のピュレそれぞれと同時に口にしてほしいんです。待ってください、今これ以上刺激を受けたら。いや、あの、それだとこの品は完成にならないので早く味わってくれないと困りますから。どうぞ。ダメ、こんなの。この上なく刺激的なのに上品で、とろけるほど優しいのに心を翻弄する。これはもはや料理の姿をした至上の愛。どういうこと、そんなにすごいのか。芳醇な香り、四種の茶葉の最良の部分だけが立ち上がっている。四つの緑茶によるグラデーションピュレスープ、ひよこ豆、アーティチョーク、セップダケ、ホワイトアスパラ、それぞれの茶葉と最も相性のいい食材を合わせクネル状に盛り付けたピュレ。食材と緑茶の風味が互いを高め合い、味わいが優雅に変化していく。本当に四種もの茶葉をそこまで完璧に生かしきったってのか。秘密はあのソースね。まさしく、茶葉をベースにシャンピニョンドパリなどを加えたカプチーノソース。同時に味わうとピュレのグラデーションがさらに深くなる。別々に際立っていた4つの茶葉の風味を取りまとめ滑らかにつないでいるのだ。この勝負、勝利したのはミスター司。